2024年シーズンの新加入選手が今日発表されましたね。今まで報道もなかったのでびっくりしました。選手名は野尾キミト選手ですね。関西学院大学出身だそうです。関西で合ってるんですかね。一応なんか野尾選手が喋ってる時関西って言ってたんですけど、関西学院大学だと思うんですけどね。私の聞き間違いかもしれないで何とも言えないんですけど、まあ、この野尾っていう名前もですね、なかなか珍しい名字ですね。一応出身が大津高校ですかね。どっち濁るのか出ないのかよくわかんないですけど、大津高校の、選手でございまして、要は上田選手と豊川選手の後輩になりますね。鹿島ゆえんのある選手は。で、もともとは高校まではアタッカーをやっていて、大学もアタッカーだったんですね。ここ数ヶ月、1年とかですかね。で、サイドバックになったみたいな記事を見ましたけど、右サイドバックの選手で、まあ、ポジション争いをするのは広瀬選手と、常本選手というところで、まあ、右サイドバックの3枚目に当たるわけですけども、まあ、どうなんでしょうね。特には第2子登録とかもしなさそうな雰囲気なんで、まあ、そのまま、来年から入団っていうような形ですね。結構すごいっていう評判を聞きますけど、私はよくわからないんであれなんですけど、まあ、攻撃的な選手なんでしょうね。もともとアタッカーって言ってたんで、まあ、そういうタイプなんでしょう。ちょっと私大学サッカーはあんまり知らないんでどうなのかわかんないですけど、いやかなりいいっていう風に、出てましたんで、いい選手なんだろうなという風なぐらいの認識でございます。まあ、実際にですね、入ってみて活躍するかどうかっていうところしか判断する要素がないので、それは今年の諸岡選手も同じですし、野尾選手も同じですし、まあ、そういうことなんでしょう。気になるところはそうですね、まあサイドバックとしての最低限の守備力があるのかとか、もともとアタッカーだったんで攻撃はいいけど守備はダメみたいなところだとちょっと使いづらいのかなっていうところは気になりますけど、まあうちセンターバックもかなりいいんで、そのあたり見たら右サイドバックはかなり攻撃的に、広瀬選手もそうですけど思えるんで、悪くはないんじゃないかなというふうな感想を持ちました。そうですね、まあ鹿島といえばいいスカウトがいて、まあ、鹿島のスカウトが取ってきた選手っていうのは、まあ、間違いなく活躍しておりますので、鹿島に残らなくても活躍している選手結構いるんで、まあ、活躍を期待しております。頑張ってください。とはいえですね、まあ、鹿島で活躍することが第一ですんで、絶対に鹿島で活躍して頑張ってください。以上です。終わります。今後もこのような動画をたくさん上げさせていただきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。以上、タローマルエンゼルランドスクリーンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。